キム長寺の弁です。今日は秋田市、リアナ海地の方に来ております。ほぼ1ヶ月ぶりぐらいの休みで、年末に車をかけて、ほぼほぼ休みがなくなるタイミングになっておりますが、ちょうどね、ABS 祭り、初日、10月5日土曜日にねちょっと来ることができましたので、撮ってみております。向かいのね千秋公園のハスもねもうすっかりこう見頃が終わって枯れていき、種がついているような時期になります。でこんな感じでね、いろいろブースが出ております。結構こういう秋田の催し来てるんですけれども今まであんまり見たことがないなというようなお店とかも、あるような状況です。チーズドッグとか相変わらずありますね。ゆり牛、パキスタンカレーですとかね、そういうものもあります。で花輪のホルモンとかねそういうものも置いている形。十文字ラーメン、これ県南の方ですね、横手の方の、ラーメン屋です。で奥の方にねうっすら見えるのはステージでね芸人さんだとかが芸をやってるんですけれどもねそういうのはさすがにちょっとね撮っちゃいけないので、それは、とりあえずねうっさずって形になりますね。でこちらの方にいるのはヨンちゃん ABS ラジオのキャラクターですね、この子なんかも、会場の方に出ているような感じです、まあ、ちょっと奥の方のステージは取らずって形で今ねジャッキーちゃんっていう、芸人さんがね、いらっしゃるような形です。今ね変者がはけたところですね。司会の方はね、伊関ゆきさんと坂井真弥さんっていう ABS のアナウンサーさんでね、伊関さんなんかは、駅マイク、ずっとね月曜日から金曜、木曜日までが担当されてる方でね、ABS の顔のアナウンサーさんです。坂井真弥さんもねロケとか中心に活躍されてる方なんですけれども、で竹谷製パンだ。アンケートに答えると1個もらえるというような話ですね。だけどもう終わっちゃってんだな多分な。で他にも今回は全国からいろいろ来てるということで広島焼き、中津唐揚げ、あとは牛タンだとか佐世保バーガーもありますね。あとはかき氷各種だとかまあいろいろね、ある形ですね。ホルモンもありますね。大砲薬品だ、チオビタを配ってたんだよね。さっきちょっと実はもらったんですけれども、北海道レストランということで、ソフトドリンク、ハイボール、樽生、いろいろありますね。で、あとこちら、タケノコ汁、ネマガリのタケノコ汁とかあるんだ。で、あとはたこ焼き各種、肉巻ききりたんぽとかいうのがありますね。まあ、結構ね、いろいろ、あります。という形ですね。こちらね秋田のイベントでは、この時期ぐらいまででしょうねよく、出店してる、ババヘラアイスありますね。でこちらの方もね、以前、ちょっと映したことがある、合うですね賑わい交友感合う、だとかありますね。でこちらラーメンがあったり、もも豚、だとかの、そうですね。豚んぽだとかがあるんだ。こういうものとかもあるのでね、後でちょっと食べていこうかなと思ってます。ちょっとね、こちら、秋田県大好き、トルミートのソーセージの、屋台が出てますのでね、ちょっとこちらで食べようかなと思ってます。こちら、食べるの大好き、食べるの好き、マイケルさんが、やっている、ソーセージ屋さんというような形になりますね。一ついただいてもいいですか。はい、500円のやつ。ちなみにこの食べる好きマイケルさん本名なんですか。はい、本名ですよ。本名なんですね。なんかすごいよくできた名前だなとか思っちゃってたんで。ですよね。ですよね。はい。じゃあ1000円からでお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。レジ袋いらないですか？あ、このままでいいですよ。いいですか？ありがとうございます。ダメです。ということでね、マイケルさん本名だそうです。とりあえずこちら三丁目食堂さん、ビールがあるのでね、買っとこうと思います。すみません、ビールもらっていいですか？お願いします。はい、ちょっといただいていこうかと思います。ビール美味しいです。そうですね。
これがハーブ系のソーセージかと思いますね。うん、うまっ。うんうん、やっぱりホルメイトのホワイトのハーブ系のやつのでかいバージョンかもしれないですね、うん、こっちはじゃあプレミアの方かな。ああ、うん、やっぱりこっちの方が肉汁たっぷりのねタイプですね。相変わらずホルメイトうまいです。スーパーでもね結構売ってるんですけれども、結構な量売ってるんですけど、値下げされてるの見たことが多分この半年1回ぐらいしかないですね。しかもせいぜい 10% 引きぐらい、うん、っていうパッケージを1個ぐらいしか見たことないです。結構積んでるんだけど毎回毎回、うん、回転してるのでね、結構秋田の、ね、食卓ではもうおなじみになってるのかと思います。うん、ポーランド出身のね、マイケルさん、あ、大山の方でね作ってる、うん、あのソーセージなので、そのうちねちょっと行ってみたいかなとも思ってるんですけどもね、ちょっと風が強いので、うん、飛んじゃうのでね、あのカメラ撮りながらだときついのでちょっとね、切ります。だ本当に美味しい、ね、ソーセージですね、うん、はい、続きましてね、十和田湖もう一気に噛んでますけど撮り直さないというね、十和田湖の高原ポーク、桃豚っていうのもね、あのちょいちょいスーパーでもたまに見かけますけれども、そちらの方のね、桃豚本舗さんが、やってるね屋台がありますね。まあ、ちょっといろいろありますけれども、食べ比べセットいこうと思います。すいません、食べ比べセットもらっていいですか。はい、お願いします。はい、選べるんですけど、何がおすすめですか。ちなみに醤油です。醤油、じゃあ醤油でお願いします。はい、お願いします。あ、箸そちらの方に、箸そっちに、はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、こんな感じで、うん、超美味しそうですね。うん、はい、どうもです、ありがとうございます。はい、こちらがね、セットになっているんですけれども、それぞれ美味しそうですよね。うん、結構秋田というと山あいの方で結構ホルモンが有名なんですよ。うん、あ、美味しい。で、このホルモンなんですけれども、カズノってところがあるんですけど、そちらの方ではねジンギスカン鍋で、ね、これを焼くっていう話も聞いたことあります。うん、ジンギスカン鍋の下の方でホルモンを溜めて焼いて、上の方にキャベツを置くと、それ途中でひっくり返してホルモンの油をこのねキャベツにしっかり染み込ませて、うん、うまっ、食べるというね、そういうスタイルだそうです。臭みもなくて美味しいですよ。うん、うまっ。今ちょうど左側の方にアイドルのいぎなり東北さんというねユニットさんがいらっしゃるんですけど、さっきね写真撮影を頼んでた方にちょっと事務所の関係でダメなんですって言われてたので写しませんけれども、うん、あの普通にアイドルの方、新人アナウンサーの方がね普通にカッポしています。会場なのでね、なんかそういうところでもね身近に有名人を感じられるというのはね、こういう地域イベントの楽しさですよね。これソーセージ、ホルミートさんとどう違うか味の違い気になりますね。太さはこっちの方が太いです。はい、うんうん、あ、あ、意外とハーブ系の味がしますね。うん、味のエッジはポールミートさんの方が立ってますけれども、もっとプレーンの味なんだけども、意外とこう香辛料も使ってる、ハーブ系ですね、使ってますね。うん、刺激的な味ではないですけどね。うん、なんだ、ホルモン、これ侮れないうまさだな。これ豚っぽ。うん。あ、うまっ。うん。豚
肉で、この米をついた、いわゆる半殺しってやつですかね。半殺しって武装の話じゃなくて半分ぐらい潰したのを半殺しっていうんですけども、それに肉を巻いてちょっとね甘めの味付けしてる豚肉で巻いてますね。これうまいな。あんま、うん、豚肉もうまいけどやっぱ米がうまいよね秋田はね、うん、非常にこれも美味しいですね、うん、この後ね食べていこうと思います。ちょうど正面がね ABS の、オリジナル販売、こういったものをね、やってるコーナーで、こちらでね、物品を買うと、これ見えないからちょっと一応撮ってるんですけど、ここの中の方でねアナウンサーさんなんかと、試験写真を撮れるブースなんかもありますね。先ほどね、記念撮影はどうでもいいとまで言わないんですけども、どっちかっていうとよく聞いている駅マイクという、番組のねパーソナリティさんと話せるかなと思ってちょっと行って、少しねお話とかもしてきました。後ろの人に邪魔にならない程度にね、写真撮影がメインです。握手とかねサインは禁止みたいですね。なのでサクッと割れるような感じでね、少しねいつも聞いてますみたいな感じでやってきましたね。でこんな感じで出店もねいろいろ出ているような感じになっておりますね。はい、でですねこちら右側の方、にぐやい交友館アウ au って書いてるのでね、本当に au なのかと思ってたんですけど、アウだそうです。こちらねクラップレディオ最終回だとかね、そういうのだとかも、やってた会場なのですが、こちらの方もね今ちょうど放送はお休み中なんですけれども、奥側の方のコーナー、こちらの方で、ラジオ放送、というのもね、やってるような感じですね。この後はね、土曜改正午後の場合は、そちらの方のスペシャルバージョンをやる予定だと思います。はい、ゲストプロモーションというねブースがありまして、ちょうど相葉勝利さんがいらっしゃったのでついつい浮かれてカレンダーを買ってみました。以前ね夏限定で大好き秋田の海というね番組を担当されていて、2回目ぐらいに読んでいただいたんですよ。なんか覚えていただいたようでですね。それでちょっとサインの方もいただいてまいりました。それでですね、今またちょっとこうね、会場の方でもイベントが再開された感じです。この後ね青の方のブースでラジオの生番組をやってるので、そっちの方ちょっと行ってこようかなと思ってます。かなりね、人の方も、落ち着いた感じですね。今2時ぐらいです。一番人気は何らかに出てここのマイケルさんの店だったような気がします。でね、なんかチーズドッグとかもね流行ってる流行ってると言われて2店舗専用のがあって、サブで売ってる店もありましたけど買ってる人はいなかったですね。もうあの辺ももうブームは終わりなのかなというような感じもいたします。この後ね右側の方の、コーナーにおきまして、ラジオ公開生放送やってるので、ちょっと聞いておこうと思ってます。はい、間もなくね ABS 祭りも終盤ということで、ゆり魚の焼きそばがねもう半額になってたのでちょっとね買ってみました。結構たっぷりね、こういう感じでタレがかかっていて、焼肉のタレですね、これがかかってて、肉自体も美味しい。さすがにもう店じまい間近なのでね、もうそろそろそば自体は冷えてきてるんですけど、そばにもね野菜だとかね肉の味がうまく染みていて美味しいですね。ゆり牛美味しいね。やっぱりね秋田肉も結構美味しいものが揃っているのでね。で、そう、横手焼きそばは有名だけど普通の焼きそばですね。なのでちょっと香ばしい焦げもちょっとありのって感じで、これはこれで美味しいです。半額なので250円、お得ですね。まもなく ABS 祭りもおしまいになります。
はい、ただいま、土曜日全行程終了です。さっきまでこちらでね、アナウンサーさんたちが出し物をしているというのでね、やっていました。それもね、撮影禁止って形だったんですけどね、今ちょうど終わったところで、皆さん履き始めてるところです。もう多分屋台の方はまだやってんのかな、だけどもう閉まり始めてるお店もあるのでね、だいたい4時で、全行程終了となります。アナウンサーさんとの記念撮影みたいのもね、ちょっと行ったりとかしてね、楽しいひとときでした。ということでね、令和元年は、10月5日で、明日6日が ABS 祭りになります。ね、楽しいイベントですので、機会があったら、皆さんも来てみていただいてはいかがでしょうか。以上、チーム超人アベンでした。ご視聴ありがとうございました。ヘバナ。